下絵が写せたら彫刻刀とボールペンで紙に写し取るための版を作りましょう。彫刻刀を使うときは彫塑板を下に敷きます。下の部分の出っ張りを机に引っ掛け、押しても向こうに行かないようにします。三角刀で周りの線を削り取っていきましょう。表面の青いところだけをすくい取るように薄く削り取っていきます。指を揃えて彫刻刀を持つとうまく削り取ることができます。押さえている方の手が彫刻刀の前に行かないよう、 SP 板を彫塑板の向こう側の出っ張りに押し付けるようにして削りましょう。彫刻刀の向きは変えないで板を回しながら削り取ります。三角刀で削り終わったら丸刀で周りを削り取っていきます。こちらも表面だけを薄く削り取ります。削りくずが取れないときはもう一度三角刀で削り取りましょう。削った跡が紙に擦ったときの模様になります。仕上がりを考えながら削り取る方向を決めましょう。削りくずは紙に包んで捨てましょう。三角刀の線に直角に丸刀で削り取り、下絵通りにボールペンでなぞった時の刷り上がりです。削る方向を変えてみましょう。こちらは三角刀で削った線に平行に削り取る方法です。周りを削り取ったら細い線の模様をボールペンで強くなぞります。なぞったところは SP 板がくぼんで白い線になります。下絵にはない模様もボールペンで付け加えましょう。ボールペンより太い線にしたい場合は彫刻刀を使います。削り終わりを引っ張ってのけようとすると失敗します。切り出しを使って押すようにして切り取りましょう。三角刀の線に平行に削り取り、ボールペンの模様を付け加えたものです。最初のものと比べてみましょう。下絵は同じですが、出来上がりがこんなに違います。縦の構図も作ってみました。周りの削り方は左は水平に、右は日の出をイメージして放射状にしています。左は洋風に、右は和風の模様にしました。こちらは周りを平刀で削っています。周りの線と2線3は残し、ボールペンでできるだけ細かい模様を入れました。出来上がりをイメージしながら削り取る方法や模様を工夫しましょう。